よい子のみんな、今日も今週の最後に江戸さんとリングフィットだ。その前にラジオ体操のお時間です。はい、さあ皆さん、良い子なんていないのか。 NGC の視聴者はいろんなキャストさんから、 NGC の視聴者の皆さんは本当にいい人たちしかいないですよねって言われてるぞ。他の放送がどれだけ大変なのか、コメントをかわいそうだなNGC しか見てないと分かんないけどね。よいしょ、ちょっと待ってくれ、足をやるの忘れてた。いや NGC は本当そうだよ。他がやばいだけなんだけど、すごいよ、割とバリ雑言だよ。というわけで、ラジオ体操いきます。よいしょ、やるか、なんだっけ VTuber の あのスパチャの赤チャっていうんですか、あの金額高いやつ、1万円とか入れるやつ、それのにやるとさ、長文でさ読んでもらう文を入れれるんだけどさ、それで VTuber の人全部それ読むからさ、なんかあの初めて赤チャスしますみたいな、赤スパしますみたいな、で妻が自分の子供だと思っていた子供が自分の子供じゃなくて他の男との子供だったのが分かりまして、いろいろ大変なんですけど今回初めて赤スパしますみたいなさ、やつをさ、そんな告白をそこでするんだみたいなやつを見てさ、これを読まなきゃいけない VTuber さんはどんな顔でどんな感情で放送をやらなきゃいけないんだろうみたいなその人はすごいかわいそうなんだけどさ、それでせめてものこのなんかねえ、読んでもらって応援してますみたいなのを伝えたいからっつって、そうなんだろうけど、なん、どう、うーんってネタならいいよね、ほんとね、ほんとね、うん、いや本当にそれでね、それが本当のことだとしたらどうすんだろうなみたいなさ、うん、そうね、いやーちょっと怖いですね。そう、なんかそういうどうやなんかギャグであってほしいやつを言われてもなみたいなところはありますけどねいやー、はい、なのでね、 NGC の皆さんはあの今日こんなつらいことがあってさとかあったとしても、みんなでこう共有して優しい感じの世界でみんなで楽しいコミュニティのままでいたい、憩いの場でいたいと思っている NGC です。まあ今日は NGC ゼロですけど、はい、というわけで始めるよいやー大変だ。さあということでラジオ体操いきまーす。テン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 、違う、あ、てん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 、ズンズ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 ンズンズンズズズンズンズズンズンズンズズンズンズンズズンジャ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 ン
じゃん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 てて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  て, 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 てあ違うって言われたあやべなんだっけあれでで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 でんででんでで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 んでで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 て開いて閉じて開いて閉じてとっ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 と開いて閉じて開いて閉じてあ違うなね斜めのやつやってないはああ斜めのやつやってないあとなんだっけこれで多分終わったんだよね。で、これで戻んだよ。ティン、ティン、ティティン、途中まで終わったんだけどな。ティン、ティン、ティティン、ティティン、ティン、ティ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 ティン、深呼吸。ありがとうございました。さあ、ということで、やりましょうか。リングヒット。水曜日、ゴルフがね、左の親指の方がね、家帰ってね、すごい筋肉痛でした。あと、次の日、木曜日になって、昨日か、右肩が痛くて、大木さんにも言われたんですけど、江戸さん番組のこと考えてなくてマジでやってるでしょっていうね、相当ガチで振ってましたね。はい、なんかすいませんでした。予想以上にね、指痛くてさ、本当家帰ってさ、バトオペやってたらさ、左の親指が痛いからさ、操作がうまくいかないの。いや、ほんと申し訳ないと思って。味方チームの人、ほんと申し訳ないと思って。うん。いや、びっくりしちゃった。ちょっと、操作に影響が出るレベルで、左すげえ握ってたんだなって思って、うん。ちょっとびっくりしましたね。いや。江戸さんも大木さんも振り方間違ってた。振り方間違ってたのあれ。マジで？そうなのかな？わかんないけど。あとね、馬はね、パーティーゲーム強すぎ。強すぎ問題が出ております。あいつパーティーゲーム系やると絶対トップかさ、2位とかさ、取るからな。びっくりするわ。いやー。チップインバーディはビビるよな。そりゃそうだよね。さあ、ということで、今日もリングフィットいきます。はい。水曜日ね、来週もピクミン3待ってますんで。はい。じゃあ行きましょう。さあ、リングコンを仕込んでください。はい。あ、そうだった。忘れてた。さっきもう一個言ってからだ。まあ、大丈夫なんだけどね。はい。
もう一個ね、そうアカウント選んでからじゃなきゃいけないって忘れてた。はい、これです。はい、さあ OK、 よし、じゃあ行きましょう。十分なスペース取ってます。はい、こんばんは。アドベンチャー11日目です。ついに11日目。最近の日常生活で膝を腰の高さまでくらいまで上げたない。スポーツなどしない限りなかなかしない動きですよね。日常で使わない筋肉はどんどん衰えていきます。骨盤周りの筋肉が弱まると腰痛の原因にもなります。フィットネスで意識的に動かしていきましょう。普段の空いた時間にダイナミックストレッチをするのもいいですよ。さて今日の運動は今までで行きます。今のままで行きます。いいですね、このペースで続けていきましょう。さあ今日はダイナミックストレッチ、いつもの通りやります。はい、みぶりさんお願いします。これやっぱやっていかないとね、またつっちゃうから。はい、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 かかとで上げるんですね。はい、はい、はい、かかと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 、やりすぎた、かかと、かかと、かかと、かとんぼ、落ちろかとんぼ。はい、背伸ばし、大きく、大きく、前ではなく下に、前ではなく下に、前ではなく下に、はい、はい、ラスト1回ずつ、はい、はい、ありがとうございます。はい、リングコンを持ち上げて、にゃく、にゃく、下を向かずに前を向く、にゃく、にゃく、反動をつけすぎないように、反動、無反動法、ロケットランチャーですね。はい、お疲れ様でした。それでは今日も頑張ってくださいね。ファイトー。これ今日だけで5クリアできないんじゃない？結構長かったよね。今日クリアで5。ストレッチマニア。ダイナマックスストレッチ。あらすじ。腹筋を探そう。なんだっけ。甘いものはまだだから目覚めの一杯ってなんだろう。お前か、お前が持ってんのかレシピ。わしは目覚めたらまずリンゴと玉ねぎのスープを一杯飲むことにしとるんだ。すきっぱらにリンゴと玉ねぎのスープがスーッと染みっこってくる、あの感じが好きでな。ただ材料のリンゴがな、魔物のせいで手に入りにくくてな、最近はあまり飲めていないだ。そこで坊主、ハゲじゃねえぞ坊主、俺にリンゴと玉ねぎのスープを持ってきてくれねえか。礼は弾むからよ。ナイス。そんなこと言わずに頼むよ。おっちゃんの唯一の楽しみなんだよ。残念。キャンペーン中ですよ。フィットネスジムでは肉体改造キャンペーンたくさんます。みちょみちょ、クリアされたことありがとう。まさか、まさかの。なんとボーナス300個ありがとう。お得にかっこよくなりたい方は今がありがとう。頑張りあなた素敵、ありがとう。ではフィットネスジムまでお越しください。
平均90点以上取ってクリア。あ、ここに行くってことか。最初から、そっか、足が死ぬやつか。江戸さん様ご来店です。こちらフィットネスジムでございます。ただいまそっきり100セットご提供されてください。これか、これどうやったっけ。まあ頑張りや。北尾さんみたいなこと言うな。あ、これか、これか、最初からこれか。はい、はい、戻す。はい、100点。はい、100点。はい、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 はい、100点。さあ、くそ。一回で95点じっちゃ。ソイ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 ソースソイソースは族長のやつ。ソイ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 ソースソイソースはアメリカで人気。ソイ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 ソースじゃあアメリカで作ればいいじゃん。これどうなんだっけ。待てよ。あ、これか。なるべく元気よくしっかり動こう。そい。左、上半身の筋力強化と体幹の強化が期待できるよ。右、あと10回。すげえ息が上がった一気に。ああ。やべえ。さあどうだ。もう見たわ。平均点93.10。おい、98点。すごい。はあ、98点。すごいし S じゃん。これやり直しだったら死んでたね。これは疲れたな。ちょっとすげえ疲れた。これきつい。ナイストレーニーナイストレーニー。こちらボーナスです。300円。チャリティキャンペーンは終了ですが、フィットネスジムは24時間営業です。無休です。おたのこ再チャイお茶にめしゅう。記憶はビューティフォー。さすが江戸さん様、汗がかかりありてな。我々いつでも江戸さん様お待ちしております。熱い。あれ、じゃあ今やれるもんないのか。ないね。よろずやもないでしょ別に。
ないよね。新しいのないもんね。暑い。暑いっていうか、レシピがないから無理だね。で、ここか。いや今日でここ来りゃ無理だな、これ。うん、レシピがどっかに転がってんだろう。あの宝箱じゃね。もうこのキャラ忘れた。いや、さっきは助かったよ。あ、さっきのお兄さん、無事にあの道を通ることができたんだね。よかった。ギャオス。ギャオス。え？ごめんよ。実は君の正義のハートを試させてもらったんだ。通りすがりの男というのは仮の姿。実はこれが、hey. 僕の素顔さ。改めまして、僕はマスターフォーの一人、腹筋の腹筋さん。君の正義のハートグッときたよ。だから第一次審査は合格だ。で、これからここから第二次試験だよ。腹筋実技だ。僕がこの先で待ってる僕のところまで来られたら今日今日たくさんさ、腹筋の準備はいいかい。腹筋すんだ。まずい。暑い。腹筋に乗りどこに走んのね。そうでした、走んだ。はい、走る。まさかあのお兄さんが腹筋にだったとはね。ふん、全然あった。横を見てなかった。ふん、はい。え、何これ。色にも注目してスキルを選ぼう。キバランソー、キバランソー。一旦これか。バンザイモーニングか。はい。あ、はい。え、キバランスーだった。はい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 、はい、はい、もう一回、いや、完璧だね。完璧だよ。息を吐きながらお腹に力を入れて。わりと削られたな。これワイドスクワットとか死ぬんだけど、もうで、アームツイスト。アームツイスト。ごめんなさい、動いちゃった。なるべくしっかり両手。フレ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 アーム、フレフレアーム、フレフレアーム、フレフレアーム、アフレキンアンアミマミ、フレ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 アーム、フレフレアーム。行くぜ。てん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 。おおらロードが落ちた。開かれた。すぐだ。やれよ、俺を打つ。わ、すぐ来る、すぐ来るじゃん。すごく多くない、すごく多くない。これ全体って全部のやつあんだっけ。これ全滅。いや、これ一旦ブラ
あ、一旦真ん中プランクいくか。これ難しいな。これしかない。な、一回これやってからさっきのやつだな。英雄だな。英雄に。はい、プランク4回。あ、ごめんなさい。10秒ピース。はい。あれでも一回避けただけだけど、プランク4回でいいって言われたな。ちょっとあんのかと思った。よし、行こうか。いいけど、高い効果が期待できるよ。よしよし、完璧。OK。いいぞいいぞ、ラスト1回。ナイス、よくやりきったね。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード。あ、でも2匹死んでんじゃん。2体。またあれだろ、カタツムリビーム。カエル、夜間カエル。ボロッとしてんだお前。すぐボロッとすんな。これで英雄2だろ。はい、これどうすんの。こんなに広げんので、こう、あ、じゃあ左足がこう。どこに？こう！ゆっくり戻そう。こう！胸を外へ回すときは胸を広げる意識で。こう！なーにこれ！なんだこれ！左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。持ってる膝、あ、逆にやってんのか。え、じゃあ、こうか。ちょっと待ってん？これで合ってる？ゆっくりひねろう。よし、最後までひねろう。ゆっくり戻そう。あ、ちょっと全然できない。前の膝が内側に入らないよう注意しよう。いやー、これさ、ちょっとさ、あのさ、違うんだよ。左を押す、さっきずっと左だったから、今も左だったからずっと左をやられてんだよ俺は。さっきさ、曲げた膝が左でさ、もう一回左だったからずっとずっと左をやられてるからさ。まだまだ行くよ。好きを選んで。ああ。いや、ほらさ、アームツイストだろ。アームツイスト。もう一匹しか今ないから、技が。あー、すげえ辛かったんだけど。はい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 。私の応援を誰かして。はい。あのね、みんなが思ってるより想像以上に超効く。これ。すごかった。ちょっとびっくりしちゃった英雄に。まあちょっとだからやってやるか、ワイドスクリバット。いや、かなり効く。びっくりしちゃった。よし、動こう。胸をしっかりと払おう。すごい。はい、俺は力士。なんとかやりきったね。すごいよ。ちょっと勝手に歩くのやめてもらっていいですか。今日ちょっと勝手に歩くのやめてもらっていいですか。はいはい。なんだっけ。おうーぶね。おおらロードが開かれた。きらめく光俺を打つ。全然走れてないけど。オーラの力、高
加えて、開いた翼天に飛ぶ。あ、抜けた。恐れるな俺の心、悲しむな俺の闘志、伸びる炎が正義になれと。いかづち跳ねて騒動が走る。おお、海と大地を。足だ、足をもらった。やったな。貫いた時、お前か。なるほどな、君の腹筋右足やってもらったよ。いい汗かいたね。さあビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。あれまだすっ俺バトラーダンベイン。まだまだあれだけど、まあ一応やるか。親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。ですよね。測定のポイントをチェックしてみてください。はい、ダメかと思った。4分18秒、 17.76 カロリー。スクワット選手と情熱のアームツイスター。はい、モーラロード開かなかったですね。結果もごくり、もちろん解決さ。ナイスサイトだったね。君のハートと腹筋は誰よりもさらに美しい。すばすものを見せてありがとう。君と一緒にドンコンと戦うのを楽しみにしてるよ。アバパ殿はナスフォーのまとめ役、僕はとっても特別な方なんだ。ただアバパ殿のいらっしゃい場所を教えてあげて、まとめてるという結構厳しい。あそこに行くだけで結構ハードだから、僕らもめったに行かない場所さ。でも君のハートと腹筋は一級品、君ならきっとたどり着けるよ。これ絶対こっちでしょ。いった。ジミジミ、アグサイド先生、ここではバランスウォークを遊んでいただけます。クリア目指して頑張ってください。バランスウォーク、お腹からバランスウォークの足隠すって船ってこと？なんだこれ、船ってこと？これ腹筋、はい。で、はい。で、あ、もっとね。あ、違う、こうか。で、たくさん得点コインあった。え、なんだこれ、金色のコイン。はい、レディー、え、あ、こういうこと？あ、こういうこと？あ、こういう、あ、ちょ、待って、あ、ちょっと待って、あ、ちょ待って、あ、ちょ待って。これ取っちゃいけないよね。腰痛改善のこれ、ちょっと待って。あ、ちょっとどここれ。はあ、熱い、熱い。で、ちょっと待って、ここらへん、ここらへん。これ思ったより、思ったより難しい、思ったより難しい、
おお。横に倒そう。はい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 、もう一個、はい。あっつ。これどうすんの。これで避けて、はい。ああ危ない。これで避けて、全部でこれ、はい、まっすぐまっすぐ、はい。ああ、なんだこれ。異常連絡、さっきの1個取らなければ、あの爆弾を取らなきゃ6000点だったのに。こう難しいな、なんだこれ。だおめでとうございます。すごいすごい、ボーナスはこちらです。トマトとリンゴのレシピだ。いやこれでだ、やっとできる。2つクエストクリアできるぞ。はあ、やっと来た、ここだったのね。はい、あ、でリンゴくれた、でトマトでしょ、はあ、これで、はあ、これ、ん？リンゴと玉ねぎとリンゴスムージーだよね。これで4個ぐらい、4個いくか、うん、でこれリンゴと玉ねぎで、あ、2個しか作れない、玉ねぎがないのか、まあいいや、はい。え、赤と、え、防御力アップがつくの、スキル色変え、あー赤色にできるんだ、なるほどね。作ります。さあ準備はいい？てっ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 て、すごい赤い、絞って絞って絞って赤いよ、絞って絞って赤いのは、絞って絞って江戸さんと、絞って絞ってみりんさん。あ、もう一個あった、もう一個あった、まだだった、終わってなかった。絞って絞ってみんなで絞ったやつ。絞り切ったね。絞り切ったね。炭酸水だって、あれ、ザクロと炭酸、あれ、これとこれとこれって何の違いがあるの。単純に違う素材ってだけか。いや、これも一個作っとくか。はいはい、これ2個ぐらい作っとく。で、あと何か作れる。あ、ほうれん草スムージーがちょっと足んなくなった。いや、でも5個持ってんのか。どうしようかな。まあでもちょっと作ろうか。はいはい、僕の準備はできてるよ。てっ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 て、絞って絞ってザクロはひと味、どんどん行こう。てっ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 て、絞って絞ってザクロの味は、絞って絞って人肉マン。もう一個あった。そうだった、忘れた。久しぶり。はい。絞って絞ってお茶を飲み続けると夏だと脱水症状。熱い。いい感じ。熱い。熱い。これでクエストがクリアできるんだろう。リンゴスムージー、はい、あげるよ。え？え？
君がリングフスムージー持ってきてくれたの？いや、そんな親切な、生物学的に頭おかしいんじゃない？え、僕の目の前にリンゴスムージーを差し出す若者、これは現実なのか？いや、もしかしたら甘いリンゴスムージーと見せかけて激辛スムージーかもしれない。しかし、しかし、もう我慢だな。うまい、ありがとう。いや、こんな親切な生物がいるなんて、今 手持ちはなくてこんな俺しかできないけど、お前それ売ったら多分高いよ。オーパール、よし、おかげで疲れも吹き飛んだよ。研究もはかどりそうだ。あ、よかった。はい、リンゴと玉ねぎのスープ欲しいんじゃ、欲しいんじゃが、持っとるかい？そう、こらぐっちゃら、リンゴと玉ねぎのスープだからな。礼は初心頼んだぜ。渡すよ。これだよ、これ。この量、この代わり、やっぱり俺にはこれしかないよ。無理ってすまなかったな、これはレーダー。オーパールじゃ。大した。甘すぎずコクもあるのにしっぷりさっぱり、リンゴと玉ねぎのスープは飲める幸せ。でも明日からどうやって調達したもんかな。なんか増えてないんだよね。びっくりマーク出てないから増えてないんだよね。あ、間違えた。まあいいや。ずっと右に行ってんな。なんだこれ、これ何？え、金ポップだって。何これ。あ、お金をたくさん持ってるやつだ。えぇ、逃げちゃう前に倒そう。何それ。スキルを選んで。え、これ、え、はぐれメタルみたいなやつでしょ。これ今って一番攻撃力高いのどれだっけ。アームツイストか。アームツイストだから赤だな。赤だ、赤、赤使う、赤。いちごいちご、はい、これで赤、赤強いから、これでアームツイストだ、うん、アームツイスト行くぜ。はい、素晴らしい、わーい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 、勇気など吹き飛ばして、君もワイ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 、まだだ、まだだった。おい、あ、攻撃力怖い。あ、もうないのか、赤一番強いんだ。あれ、これ60、あ、もう、いや、スクワットか、しょうがねえか。スクワットいくか。ワイドスクワット。はい。はい。足大きく、はい。さあ、行くよ。ワイド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 。よし、行った。ああ。500万もらえんの、すげえじゃん、すげえじゃん、こいつ超金持ちじゃん。待って、ん、え、すいません、進めないんですけど、ここやんなきゃいけないんだ。その上にいたってことね。なるほどね。はい、かける回路いきます。あくまでそうね、上に立っただけなのね。くそ、なんか汗かいてるけど大丈夫かな。はい、あー、また見えてない。最初見えないんだよなこれな。あ、何、あー、レベル終わったのか。次何歌おうかな。オーラロード終わったから、あ、間違った、これいつも間違えた。オーラロードの次は何だ。あー、エルガイムあんま覚えてない。誰か背中抱いててくれ。間違えた、間違えた、すっげえ飛んでる。一人きりじゃ寂しすぎる。はい、緑、を選んで攻撃だ。緑がこれしかないじゃん。これ緑にしよっか。こ
これ緑パワーある俺あった。はい。じゃあ英雄にさっき失敗したやつ。これで左足を使う。ん？左足つま先を外向きだから、あ、さっきのこういうことね。これで左手をリンゴこっちね。これで合ってるってことね。ゆっくりひねろ。もう少しゆっくり動く。あ、違う、間違えた。アームツアームツイストと一緒にギュンギュンで動かしてた。間違えた。内側に入らないよう注意しよう。これは英雄2のポーズです。間違いです。すげー早く動かしてた、間違えした。こういうことね。はい、ゆっくりひねろ。エッドのヒーロー花ツーのルナ、花ゾノさん、花ゾノさん、朝ツーのルナ、ノニノニノニ、全然ダメージ出ない。やべ、難しいな。それでも早いのか。あー難しいな。もう一回やりたいんだけど今。もう一回やらせてくんないかな。もう一回リベンジしたいんだけど。今日あんまやってないな。バンザイモーニングかな。バンザイモーニング。さあ行くよ。背筋の強化にいい運動かも。背筋いいね。背筋ね、欲しいからね。背筋がさ、やっぱ衰えてるから、腹筋とのバランスがね、悪いと肩凝っちゃうからね。そうい、素晴らしいかい。いいよ、あなたの声もいいよ。最高、本当に。みぶりさんじゃなくてリングさん、リングさんと呼ばせてもらう。ああ今日腹筋やられるな。これないかな。まだかまだか、しょうがない。アームツイストでお茶を濁す。はいはい、お茶を濁す。はい、本当にマジで。よいしょ、ちょっと一回汗かこうかな。よっ、ちょっと待って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 、お前まだ何もしてない。はい、スクワットキープ、スクワットキープしながら吸い込んで吸い込んで吸い込み続けて飛びますよ。吸い込んでいいから飛びません。これは大爆笑の予感だよ。何が、はいはい、ああ壊して壊して、全然壊せない。ああ吸って吸って、全然吸えない。くそーくそー、早すぎるんだよ。よし、リベンジだ。ああ違う、また左ばっかり攻められるな。ゆっくりひねろ。ゆっくりくりくりクリスマス、ゆっくりくりくりクリスマス、今年のクリスマス。左右を入れ替えよう、足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりくりくりクリスマス、クリスマスには麦わら畑でこんにちは豊穣の祭り。ああ、はあ、練習行くぞ。
2はい、ピーン。ああ、いや、スキルを選んで攻撃だ。50なんだよな、フランク。全体攻撃、あ、これがあるじゃん。わあ、じゃあワイドスクワットか。あー、きついワイドスクワット、きつい。じゃあ、プランクかな。プランク。はい。さあ、いくよ。プランクの効果が期待。まだ倒してない。まだ倒してない。そんなに届くの今の。ダッシュしてりゃ届くのかな。今のすごかったけど、はあ、なんだっけ、何歌ってたっけ。俺もう分かんなかった。これどうする。あ、こういうこと。あ、なんかリセットしなきゃいけないんですよ。 どうやってリセットしなきゃ。こうか、いて滑った。これはこれはこれ無理だ。難しい。あー、でも終わった。はい、伸ばして、カズくん。いや、とっさには飛べないよ、人間。もう一回行こう。もう一回行こう。ダメかな。これ最後。もうちょっと前ですよ。この辺か。はい、絶対敵じゃないけど、ちょっと手前すぎたのね、俺。なるほどね。やっとわかった。適度じゃないよ、全然。悩みどころだな。ここの上になんか一個だけなんかサブミッションみたいなのがある。それだけやって終わるわ。これで終わりにしよう。したらちょうど次が1,2,3,4つだから、これがラストにしよう。ジムジムへようこそ、ゆずさん様。ここではクライミングを遊んで砕けます。クリア目指して砕けてください。人工を使って塔を登り、
より多くの得点コインを集めよう。ん？なんだこれ。え？え？ここってこと？あ、違う。押し込んだまま振り下ろすの？離していいの？それがちょっと分かんなかった今。え？え？かもパラシュートも難しかったけどこれ難しいな。これ時間難しくない？これすごい難しい。わかんなくなるんだよね動きが。自分の何言ってるかわかんないかんだけど。おめでとうございます。すごいすごい。ボーラさんこちらです。ピーチスムージーもらった。バトルに負けた時に飲むとか。すごいじゃん。すげえ。はっつ、今日はここまで。あっつ、今ので急に腕きたぞ。これまたバトペできないぞこれ。アドベンチャーお疲れ様。あ、違う、それじゃねえ、声が違う。お疲れ様でした。まずは今日の運動を振り返ってみましょう。はっつ、いつもよりちょっと低いぐらいかな。でも何だか1時間やってんだけどな。継続して頑張ってますね。この調子です。あー、なんと今日でスクワットの累計回数100回超えました。これであなたはスクワット選手です。他にもアームツイストの累計回数が200回を超えました。あなたはもう情熱のアームツイスターです。ストレッチをします。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。はい。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体側、ああ、すごい伸びるよね、相変わらずこれ。ああ、すごいね。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。はい。せーの。伸びる。前鏡にならないように、ならないように真横に倒します。真横に倒します。ああ、お腹の肉が邪魔です。腹筋、横の体が、あ、邪魔だでした。ゆっくり体を戻します。両手を上げて左肘をつかみます。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。はい。これ左の肩が一番柔らかいんだよね、俺ね、体の中で多分。関節ね。同じように行います。右より左の方が柔らかいんだよな。頭が前に倒れないように注意しましょう。はい。ああ、すごい伸びる。ゆっくり体を戻します。右足を前にして足を交差します。はい。体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。おお。そのままもう少しキープしましょう。おお。おお。体を起こし足を入れ替えます。はあ、すごい。反対側も伸ばしていきましょう。はい。
しながらキープしましょう。はい、お腹がすごい。腰から順番にゆっくり体を起こします。はい、はあ、右足を前に出して腰に手を当てます。はい、右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。あ、伸びてるよ、すごく伸びてるよ、伸び伸びた。足を入れ替えます。反動をつけずにゆっくり伸ばしましょう。伸ばしていけば伸びたくん、恐竜、新しい恐竜のび太のって名前がついたよ。ゆっくり体を戻します。はい、手を後ろに回し左の手首をつかみます。はい、手首を右に引きながら首を右に倒していきましょう。はい、首を戻して手を入れ替え、反対側も伸ばしましょう。はい、首から肩にかけて伸びていることを意識しましょう。すごい伸びてます、すごい伸びてます。あ、これあれだよね、今日筋トレやってない人もこれだけ一緒にやるだけで全然違うんだろうな。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて今日の豆知識はこれです。ティキリン、絶対毎日トレーニングする。もっと気楽に考えて、毎日頑張ってトレーニングしてきた人がたった一日できなかったことをきっかけにやめてしまう。残念ですがよくありますね。運動を習慣にして毎日行うのは良いことですが、絶対毎日やるというような厳しいルールはストレスになります。もっと気楽に考えましょう。何日かトレーニングできなくても効果は持続します。大切なのは毎日必ずトレーニングすることではなく、トレーニングをやめないことです。ありがたいお言葉をありがとうございました。今日のクールダウンはこれでおしまいですね。それではまたお会いしましょう。さよなら。 See you。 目に涙が、涙じゃねえや、熱っ、熱っ、マウンテン難しいな。あれすげえ難しかったぞ。ああ、超難しかった。いやークライム？あの、なんだっけ？マウンテンでいいの？いや、すごい大変だった、あれ。熱い。なんか、あの、なんと、ちゃんとさ、肩上げてこうって言ってるのも、なんていうの？こういう力を入れながら縦に動かすっていうのが頭で理解できてんだけど、あの、なんつうの、体がうまく動いてくんないっていうのかな。リズム感みたいな、なんつうか、うん。あんな動きはしないから、それ。いや、びっくりした。うん。疲れた。やっぱ1時間かかんだよな、なんだかんだ言ってな。まあ、話のやつがあるから、休み休みになるからちょうどいいんだけど。あれだ、よく、とにかくバランスだよな。ずーっと運動をさ、し続けないっていう、その、やり方を、わざとさ、話とかさ、させてさ、読ませてさ、ちょっと休みを入れてんのよね、ちゃんとね。すごいなって。うん。このゲームは、なんだろうね。かつてないよな、こんなバランスのゲーム。そう、飽きさせないもそうだし、新しい運動とかもさ、違うのをさ、どんどんやらせるじゃん。うん。そう、だから、あの、本当にもう、なんか、なんつうの、すぐさ、トレーニングきつすぎてやめちゃうとかっていうのをさ、そういう風にならないような作り方をしてるっていうのは、いや、ほんとすごいな。びっくりするわ。抜群だもんな、そこのバランスが。うん。さすが任天堂さんですよ。あっつっ！まあそうね、任天堂さんの作品は、なんか全体的にそういう、うん。なんか、まあ、このゲームだけじゃなくても、
なんかね、そういうバランス感がちゃんとできてるんだなっていうのを、デバッカーとかも含めてすげえ、やってんだなっていうのをすげえ感じるな。なんかベタ揉めしてるからすごい ダイレクトマーケティングみたいになってるけど、ダイレクトマーケティングですけどね。いやー、リングフィットみんな一緒にね、やる、買ってください。うん、いいよこれ。うん、そうね、年齢関係なくっていうのはすごいね、やっぱり。うん、ああ、いや、今日もやったわ。土日俺さ、何するんだっけ。全然土日俺休みで、あ、いいのなんか。一応、あ、まああれだよ、あのクラフト委員会の記事のやつのチェックのやつはやんなきゃいけないけど、それ以外って何かあったっけ。もうなんか最近は忘れちゃって、なんだっけ、土日なんかあると思ったら土日なんだっけみたいな。いや、あの放送はしないんだけどさ、放送は来週以降が、あの江戸さんがソロでやる曜日が、あの、はい、できたのでっていうところです。ね、今週の一応振り返りだけちょっとやりますけど、まあ、火曜日までは火曜日にやったんで、水曜日のね、ゴルフ、スーパーマリオ、違うんですよ、マリオゴルフなんで、マリオゴルフ、マリオゴルフスーパーラッシュ、スーパーマリオって言っちゃうんだよな。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、やっぱ9ホールでもあんだけ時間がかかっちゃってたから、なんか2回しとかやりたかったけどできなかったですね。ちょっとそこはまあしょうがないっていうか、まあ申し訳ないと思いつつも、うん、はい。で、まあ視聴者さんのね、ボイチャとかが入ってないから、なんつうか、あの、うん、そっちが打ってる間どうしようみたいなちょっとありましたけど、うん、あの、なんだろう、全体的に、なんだろうな、あのゴルフ面白い。あのゴルフ面白いよ。あ、みんなね、やった方がいいよ。あの、みんなやるんだったら、あれだ、ディスコードにマリオゴルフ部屋作っときますよ、俺。で、そこで集まってみんなでやってくださいっていうレベルですわ、あれ。あれ、ほんと面白いな。うん。あ、まあ、スイングだと時間かかっちゃう、そうね。うん。いやー、すごいね。まあ、わかんない。あの、小木さんとのもう一回やるかもしれんのはちょっと調整中なのでお待ちください。はい、うん、お待ちください。あれ、やっぱ多人数でやりたいからな。なんか、そう、他のキャストとかも含めてやれたらなっていうとこだけど、うん、さすがにスタジオにはあの小木さん以外呼べないので、オンラインで入れる人とかでやれたらなって感じかな。うん、そう、スピードゴルフやりたいから、そう、それもあるからね。うん、はい、まあ本当なんか、久しぶりに、なんだろうな、ああいうゲームで俺が割とちゃんとできたの、人生の中でも割と珍しいんじゃないかな。たまたまだよ、本当に。あれに関しては俺別に練習もしてないし、本当たまたまうまくいったって感じだったから、あんなことほぼないからさ、俺自分でびっくりしちゃって、なんか、そう、うん、あ、やるんだったら次はね、まあ、そう、右に曲がってても、そう、打てた。おかげで、そう、左手の親指と右肩を壊すという大事件が起こったけど、まあ、すぐ治ったけどさ、相当振ってたんだなっていう感じ、力入ってたんだなって感じだね。うん、いや、で、まあ、来週はね、浮木さんと江戸さんでのピクミン3が。ピクミンってさ、二人プレイでやるとどういう感じなんだろうなっていうのがね、俺も一人プレイでちょっと試してはみたけど、二人プレイ、これの二人プレイってどういう風になんのかなって、全然読めないですね。うん。そうそう。オキシさん、ピクミンシリーズ初めてなので、あの、なんだろう、昔から気になってたけど、やってなかったって言ってたから、うん、全然読めないので、そう。今回オリマーじゃないですよ。あの、別です。うん。ただね、主人公が3人いるんですよ。で、1人でやると、なんて言えばいいんだろうな。まあでもその3人も含めてなんだけど、そうそう。だからそのうちの、3人のうちの2人を多分2プレイでやるんだと思うんだけどね。うん。
そうそうそう、多分ね、そう一人が探索してとか、あとそう、もう一人は別のとこ行ってピクニム増やすとか、これ取ってきといてとかっていう風ので協力していくのかなっていう、うん、ところです。ピクミンね、なんだかんだ言って最近の、昔のピクミンはみんなやったのがあるかもしれないけど、ピクミン3やったことないとかっていう人はぜひ見ていただきたいなっていう、うん、まあ小木さんがピクミンってだけで、あの見る価値が爆上がりなのでぜひ見てくださいって感じです。はい、うん。で、木曜日、メテオ、桃川メテオ&アグニャンの、まあ、レギュラー放送、ちょっとね、一旦お休みとさせていただきますということで、バイオハザードビレッジ最終回でした。うん。いやー、もう一回やっぱエンディング見ると泣いてしまいました、なんか家で。まあ、そんな、あの、最初に自分がクリアした時ほどではないんだけど、やっぱうるうる来ましたね。いやー、あれは、いや、バイオシリーズの多分、なんだろう、システムとか関係なく、ストーリーだけ言ったら、多分一番面白かったんじゃないかな、ビレッジ。俺ほら、あの、メトロ、メトロエクソダスでも号泣してましたけど、俺ね、お父さんものに弱いんですよ。うん。なので、あの、もうイーさんがさ、お父さんさっていうのでもうダメでしたね。うん、お父さんも何、非常に、だって北の国からとかもそうなんだけどさ、そう、だからね、メトロほどの号泣ではなかったけど、メトロ放送事故レベルで なんかもう号泣してたかな。うん。いやー、そうそう、放送でね、野水さんがちょっとびっくりしたからね、江戸さんなんでみたいな、なってるぐらい、うん。そうそうそう。いや、だからね、まあ、バイオハザードビレッジは、まあね、やるとき、正直、キャストは悩んだんですけどね、いろいろパターンを考えて、そう。まあ、個人的にはやりたかったから、江戸さんと、まあ、誰かで、って行くんだったら、まあ普通に、まあ沖津さんかなとか、セブンやってもらったからね、沖津さんには。うん。で、あと、野水さんもいたし、でも野水さん、ホラー怖がんねえ。まあでも怖がる、バイオ別に怖がるゲームじゃねえから別にいいかと思ったんだけど、なんとなく違うかなっていうので、まあ結局、野水さんはリターナルやってもらったっていうので、うん。そう。リターナルに関しては、野水さんで良かったなっていうのをすごく、うん。感じましたね。うん。でモンハンを喫茶やってもらって、でバイオじゃあどこだっつって、やっぱコンビで怖がって、一人怖がって一人怖がんない、まあ怖がんないことはなかったけど、メテオもってなったら、もうバランス考えたらもうメテアグしかないなと。うん、そうそうそう、怖がりながらもちゃんと進んでいく、あの勇気、うん、たまにエイムがぐったぐたになるけどみたいな、そうそうそう。あれ、でもメテアグのバランスは非常にいいので、うん、まあ今後もと思ったんですけど、まあ、放送でも言いましたけども、ちょっとお金を、絞っていかないと、死んでしまいますので、ちょっとそこは申し訳ないなというところなんですけども、はい。そうね。まあね、さすがにね、まあ皆さんさ、まあ数字で見えてるからわかりますけど、まあ昔に比べるとやっぱりまあ単純な来場者数も減ってるので、うん、そう考えると、まあちょっとこれはしょうがないですね。うん、で、今いるみんなに、じゃあもっと課金してくれみたいなやつでっていうのもまたちょっと違うからさ、そうね、うん、で、現状でって考えた場合は単純に枠を、まあ限定するしかないかなという、である程度ちょっとお金貯めなきゃダメかなという、なんだっけ、引っ越せない。予算削減も含めて引っ越したいのに、引っ越すお金がないってなっちゃうから、うん、そうそう、あのね、ぶっちゃけね、ここに入ったのが超ラッキーだったんですよ。あの時は、あの時まだお金もあったけど、単純にそう、うん、あの時はまだほら個人事業主で入ってるから、そう、株式会社で入ってないから、うん、そうだから入れたんですよ、ここに引っ越せたんですよ、そう、契約上、そう
で会社として使っても OK が出てっていう感じだったから、だから超ラッキーだったんですよ。そうなんだけど、次今もう株式会社になっちゃってるから、新しいとこ引っ越そうとすると、うん割と数百万かかってしまうんですね。まあ、知らない人は知らないし、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、会社として使えるところに引っ越そうとすると、通常大体平均で家賃の10倍かかるっていうのが、不動産業界の中での通説という感じなんですね。なので例えば30万のところに引っ越したかったら300万かかるんですよ引っ越しのその何保証金みたいなので6ヶ月とかかかったりするんで、そうで、それで引っ越し代とか全部含めるともっと350万とか400万とかかかっちゃうからそうだから、あ、それはちょっとねってなるので、そう個人の引っ越しとやっぱ違うから、そう、うん、例えば30万って話よ、うん、だからちょっとね。でうちほらこういう職業やってるから、割とねやっぱり、あ、そういうんだったらダメですってとか多いんですね、うん、そう、だからそうなるとね、いろいろ見てもらったんだけど、見てもらったっていうか、紹介してもらったけど、不動産屋でいろいろやってもらって、いや、なかなか厳しいね、うん、まあ秋葉層高いのもある。あとね、秋葉高いけどね、あれなんですよ、秋葉ね、やっぱ古いとこが多すぎてね、入りたくても入れないっていうのがいっぱいあるね。そう、4階建ての4階です。エレベーターないですとか、もあるし、割と昭和通り沿いとかさ、古い建物、20年どころじゃなくて30年、40年建物ばっかりだから、そういうとこ入ると音問題が絶対クリアできないんですよ、うちの場合。で、回線は最悪、低いところだったらマンション的にね、あの独自回線は引けるんだけど、そこはなんとかなんだけど、うん、そう、古いビルめっさ多いから、部屋は空いてんのよ実際、うん、だけど行ってみると、いや、ここは無理だなみたいな、ここの天井のなんだ、半分じゃないけど、半分までいかないか、 70% とかしかないとか、うん、そうで、ほらドアすぐで、廊下だから、もう叫んで、ちょっと ね俺とか叫んだら絶対無理だし、まあ会社とかしか入ってないから夜中とか人いないんだろうけどさ、とかね、うん、あと隣すぐ民家だからとか、うん、だからちょっとね、やっぱ難しいっていうのと、まあ、先ほどのそのお金の問題もそうだしっていうのでね、そうそうそう、うん、そう、まあ単純にやっぱり今は一旦ちょっと規模縮小しつつ、うん、やれることやりたいなというところでございますね。そう。いや、普通に考えてみてください。月曜日から金曜日までゲストを入れて、やれるところって、割とだよ。なんでやれてたのって多分不思議な人の方が多いんじゃねえ。本当に。うん。いやー、本当にさ、その、だから俺が貯金できないんで。本当にもう、気づいたら貯金もできないよね。じゃあ貯金す、まあそれは単純に俺のその性格の問題だから、貯金するぐらいだったらゲスト呼んで放送するわっていう人だから別に、うん、それは俺のね、まあ性格の問題になっちゃうんだけどさ、うん。結婚資金とか。結婚資金とは結婚とはだ、そもそも。わかんない。ずっとこの職業やってけるんだったら別に俺はずっとこの職業でやるから全然構わないのだけど、そう。とはいえない金は払えないから、やっぱりね、払えるところちゃんとやらないといけないので。そうそうそう。やっぱりね、みんなでに違う、その、何結局、サビさんみたいなこと言ってるけど、今。まあ、もうすぐ終わります。ちょっとね、今いる人たちやっぱ楽しんでもらいたいからっていうところでやってましたけど、やっぱさすがに厳しいかなっていうところですね。なので、まあ月曜日じゃねえや、木曜日、まあそうして、ちょっと江戸さん枠にすることで、江戸さんが出れば別にお金かかんないからさ、そうそうそう、
っていう感じですね。そうなので、まあ金曜日も野見さん一応7月いっぱいはって言ってますけども、金曜日もだからレギュラーっていうのは多分普通になくなるかなという感じのイメージですね。うん、木金下手すと江戸さん曜日です。うん、分かんない、金曜日とたまに休んだりするんだけど、そうそう、うん、って感じかな。うん、そうそうそう、うん、いやーちょっとね、もういや、そう、単純に VR もそうだし、 Steam のゲームでやりたいのとかがさ、江戸さんでっていうのがたくさんあるから、そうだからちょっとね、そこは、うん、本当は XCOM2 とか俺やりたいんだけどね1日6時間ぐらいの放送ですげえやりてえんだけどなうん、XCOM2 じゃないんだけど、そう、 VR でね、まだアルトデウスとかもやってないし、 VR のちょうど昨日だっけ一昨日だっけ出たやつで、なんとヤルドラみたいな VR のやつがあるんだよね。それとかが日本語版出てっつって、ちょっとそういうのもやりたいし、うん、いや、ハデスもやりたいしな。もうあとね、月風までもやれやれっていうのをこうスタッフからずっと言われてます。いや、買ってんだけどさ、まだ放送でやるかもと思ってまだやってないんだけど、月風までもやりたい。あとディードリット結局やってないからやりたい。あとエンダーリリースやりたいいや、止まらない、たくさんのタイトルがありすぎるやつ。はい、うん、そう、だから木曜にやるネタは尽きないんですよ。ここから12月までやっても何本クリアできるか分からんレベルです。はい、うん、エンダーリリースが本当、そう、うん、やりたくてしょうがないから、そこはね絶対入れたいんだけどさ、うん、そう、8月が新作も出るじゃん。そうなんですよね。あとね、これはちょっとどうなんか分かんないけど、PS5 のさ、ゴッド・オブ・ウォーの新しいやつがさ、出るじゃん。いつ出るのか知らないけど、今年なのか来年、多分まあ来年だと思うけどさ、とかが出るじゃん。で、その前に一回 PS4 版のゴッド・オブ・ウォーをやってない人向けに俺は見せたいんですよ、あれ。あれね、すげえ面白いの。ノーマルでも難しいんだけど、来年だっけ？うん、多分来年だよね、そう。それまでのどっかで、あれね、いや、あれはほんとクリアまでぜひやってほしいんだよな。あれもね、お父ちゃんものなんですけど、すげえ面白いんだよ。うん、あれね、見逃してる人たくさんいると思うんだけど、あれはね、PS4 絶対やった方がいいよっていう。で、ノーマルでも正直最初、ちょっと舐めてかかると速攻やられるレベルなの。だから、こんな難しいのって最初になるんだけど、まあ、イージーモードでやればいいっていうのと、ノーマルもちょっとやってれば一応慣れてくるから、うん。そうそうそう。あれはね、本当に。うん。いや、別に昔の話知らなくても大丈夫ですよ、全然。うん。一応あった方が、まあ、ネタバレになっちゃうから何も言えんな。やってた方が、一作でいいから、昔のゴッドオブをやってれば、ちょっと、うわーってなるやつがあったりとかもするから、うん。あれはね、今でもゴッドボー全然今やってもまるで他のゲームに見劣りしないぐらい面白いので、うん、そう、 PS プラスで今出てんだっけ、あー、どうだっけな、わかんない。出てるんだったらもう本当に無料でもしできるんだったらあれ最高だぜ、あれ。うん、本当に俺は最高に面白かった。うん、そのなんだろう、昔のゴッド・オブ・ウォーほどパズルはしてなくて、どっちかと戦闘寄りではあるんだけど、そう。で、多分ね、野水さん超好きなんだよ。なぜかっていうとギリシャ神話だから。うん。今もう、リターナルにはまりまくってる野水さん。そう。まさにね、そう、ギリシャ神話の世界観で、ユグドラシルがなんとかとかっていうやつだから、そう、のみさんは絶対、だからのみさんちょっと安いギャラでやるっていうふうに言おうかな。ギャラ安いんだけどやりますかみたいな。うん、そうそう。値下げ交渉ですね。うん、あ、ごめん、ユグザラシルは北欧だ。ごめん、間違えた。北欧神話です。間違えた、ギリシャ神話じゃねえや。ごめん、北欧神話でした。はい。うん。
そう、あれ、ミドガルゾオルムとかさ、ヨルムンガルドとかそういう系だから北欧神話ですね、ごめんなさい。うん。そうそうそう。クレイトスが出てるやつはそんな、クレイトスですよ。うん。普通に主人公クレイトスですよ。うん。そうそうそう。いやー、あとはもうあれだね、次の例えばのみさんのレギュラー用のクラウドファンディングをするかで、ね。そうそう。最低ここっつって。それで、そこまで行ったら、のみさんの、ギャラを全部出せるので、つって。クラファンでやるっつって。まあ、クラファンでやるんだったら、一回放送やって、そこでチアを入れてもらうとかでいいんじゃねえかみたいな感じなんだけどね。うん、まあ、でも最低金額とかでいないのか。うん、そうそう。だから、もしかして本当にね、ちょっと考えたのが、そのクラファンで、各キャスト、それこそメテアグとかもそうなんだけど、の次のレギュラー用のそのギャラを募集しますっつって、それで、ね、みんなにって言えば、みんなも喜んでくれるのかなっていう、そのレギュラーが決まるからさっていう。うん、リターン作るの大変だ、そうだね。そこがあるんだよね。そこなんだろう、なんかあんのかな、なんか、うん、そっか、リターンがあるのか。うん。いやー、なかなかね、新しいこと取り入れましょう。あ、クラファンの話ってことかな。うん、サインでいいか。ああ、サインか。手術ボイス。何言ってんの、マイコは。サインまでは分かったけど、手術ボイスがちょっと何言ってるか分かんない。ASMR の話いうん。まあでも、レギュラーでってなった場合は、まあ、ミニサイン、色紙とかは、まあ、やれんことはないのか。うん、どうなんだろう、一晩の新作をね、そうね、うん、どのぐらいね、クラファンで入るか分かんないからね、サインとか分かんないからね、うん、そうそうそう、一晩で億稼ぐしかないってどういうことやねあ、クラファンね、やっぱりね、まあ安定して、そのまあ例えばそういう意味では、それをやることに完全にもうサビ算だな、これ。まあいいや、今日はしょうがない。なんだ、安定してレギュラーを、まあ、続けてみんないけてっていう風に考えたら、悪いことじゃないのかなっていうところだね。うん。そうね。俺のサインで億稼げるわけないでしょ。俺が、あれだよ、もう、なんか、江戸さんっていう風に言わないで、謎の、なんだ、ボイチェン使った女性 YouTuber、VTuber になって、なんかバズるしかないよ。つれぇ。つれぇ。それやりながら、レギュラーつれぇ。超つれぇ。バミ肉おじさんですね。うん。動きでバレるってわかんねえけどさ、どうなんだろうね。レターパックに現金入れて送んないでください。どこの詐欺師俺、NGC! 俺!NGC だけどさーつって。みんなに電話するんだよ。うん。恐ろしいな。まあ、ちょっとあれ、わかんないけども。そうね。そう、自己紹介しちゃってるからダメじゃんな。バレちゃってんじゃんな。うん、いやー、さあ、まあまあという感じでね、今日の放送も、今週の放送がこれで終わりですね。ありがとうございました。今期のアニメは今見た中では1話だけ見るなら、まあ正確には1話2話だったけど、あれ、探偵は死んでいるの戦闘シーンが、どうしたって感じなレベルの凄さでした。うん、ちょっとびっくりしちゃった。戦闘シーン、うん、探偵は死んでいる1話2話がいきなりだったんですけど、1時間、いい意味で、いい意味で、あれ、よー、みたいな。てかも、しかも探偵は死んでいるっていう名前で見てたから、その推理系のやつだと思って、まあまあもちろん探偵だからそうなんだけど、なんか急な戦闘シーンで、なんかすごいびっくりした。うん、びっくりした。うん、ハメフラ、ん？ハメフラなんだっけ？
破滅フラグの、まだ見てないな。うん、俺何見たっけ。あれ、建国旗とおきさんが出るやつね。あの、異世界建国旗だっけ、なんだっけ、忘れした。うん。と、それと、あと何見たっけ、あと日暮らしは見たか。日暮らしやっと怪盗編が始まって、なるほどって感じだった。うん。あとなんだっけ、あと何見たっけ。やべ、忘れちゃった。メイドラゴンはまだ見てないな。そう、卒ね。うん。あ、ゲッターもね、そう、見よう、どうだ、あの、ゲッターをさ、見ようと思ってさ、俺の中でゲッターってさ、あの、体力ある時に見ないといけないと思ってるから、ちょっと、気合い入れてみなきゃいけないから、あの、ちょっと飯食いながら見るのきついなと思って、そう、他の見ちゃったんだけどさ、うん。わかるでしょ？うん。うん、あと、なんだっけ、あの、死神くんとメイドさん、サンデーのやつ、月産のやつだっけ、あの、触れるとみんな死んじゃう、あの、男の子と、その、それにこう、ついてるメイドさんの話、じゃないって書かねえな、うん、は見た。なんか割とそのラブロマンス系のやつ、ラブコメディか、うん、うん、そう、ラブコメするやつ、大きい、全然、あの、原作の方もちょっと見てたから、うん、それも普通に、うん、でかいって、まあでかいけどさ、うん、なんか甘い感じのやつでした。うん、死神坊ちゃんと黒目だ、それだ、全然名前覚えてないな。うん、あ、それです、現実主義勇者の王国再建記、漫画を読んでるんですよね、俺ね。で、意外に好きだったから、あの、なんだろう、異世界ものなんだけど、なんつうの、その勇者でスキルで無双するとかっていう系じゃなくて、その頭で、そのなんつうの、あの、王国の王になされちゃって、あの、王国をもっと反映させるために頭を使っていろいろやっていくっていう頭脳戦系、そうそう。だからね、あの、見てて今までのやつと違うから、うん、面白いですね。うん、そうそう、それで小木さんが、あの、出てくるんで、2話で出てくるのかな、3話で出てくるのか分かんない。うん、そうそうそう、あれは前から面白かったんで。過激少女見てください。過激少女ってなんだっけ、今期ね、とりあえず録画はしてるから見てはいるんだけど、あれどうだったっけな、過激少女はまあ見てないけど、うん、あの、僧侶枠だけは、あの、録画してません。はい、あ、こっちか、うん、はい。あのさ、僧侶枠さ、なんでさ、毎回あんのかな、俺不思議なんだけど、あれなんでなくなんねえのかな。僧侶枠っつっても分かんない人いるかんないけど、うん、詳しくは僧侶枠で検索してみてください。なんであんのかな、うん、僧侶枠需要があんのか、やっぱ、うん、あるのか。いや、僧侶、うん、まあ、エロいやつです。うん、僧侶枠、いや、毎シーズン絶対僧侶枠があるわけよ。だからね、いや、本当に、いや、不思議だなって、うん。うん、まあ、一応女性は、女性向け、うん、そうね、うん、そうそうそう、まあ、うん。あ、はい、そうなんですよ。僧侶枠って呼ばれてる枠があるんですよ、必ず。うん、やめろ、やめろ書くな、それ以上書くな。うん、そうそうそう、うん。だったりするっていうのがあってね。うん、なんかね、うん、まあ、春アニメがやっぱり納期きつかったのかなみたいなのがいっぱいあったから、ちょっと夏アニメは楽しみだなっていうので見てて、それで探偵を見たら、探偵は死んでいるを見たら、なんか急に、わかんねえ、1話だから、1話気合い入れるのはまあどこもそうだろうから、どんどん下がっていくと嫌だなとは思ったな。なんか他の見てるとどうしてもさ、なんか1話とか3話ぐらいまですごい気合入ってるけど、どん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 衰えてっちゃってみたいなアニメをいろいろ見てるからさ、だから、そう。そう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 。うん、
初回1時間のやつですね、うん、でもまあなんか頑張ってほしいなって思いつつ、うん、86の続きが見たい。あ、そうだ、86が終わっちゃったんだ、そうだよね、あ、春アニメ86がさーって話が長くなっちゃうな86見てた人いる？そこだけ言って終わりたい86見てないかな、みんな。あ、見てた？86がねー、おー、あ、途中でやめちゃった。あ、まあ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 、な、まあ見てない人もいるし、これから見るかもしれないからあれかねえ、ああいう結末だからさ、あれだってシーズン2あるんでしょ？だから、え、こっから、え？みたいな、なんか、どうすんのかねみたいな、すごい気になるとこで、うん、あ、そうそう、続きが、そう、うん、なんか終わりきらない、全然元からそう、あの続きあるっていうのでやってるやつだから、なんか俺原作読んでないからさ、すげえ気になるんだよね、うん、いやーちょっと俺は、うん、そうね、まあビビはまああれだとして終わったし、普通に終わったし、普通に終わったわけじゃないけど、うん、せっかくだから見てください、あの、うん、そう、あのすごいすごいプラも売ろうとしてるけどジャガートとね、あんだけプラもね売ろうとしてるけど、やっぱりね、あ、なんか一部には売れるけど、そこまでやっぱり有名にはならんだろうなっていうのがね、うん、俺は好きなんだけどさ、なんつーの、やっぱロボだけどロボじゃないからさ、うん、なんつーか、ボトムズ集がするやつだから、結局カモン家みたいなもんだからみたいなやつだからさ、あ、そう、戦車だからね、一応ね、そう、人型じゃないからやっぱあんま売れないだろうなって、あ、そう、週末のワルキューレね、それね、ネットフリです、それ。あれなんか評判がなんか割と叩かれてたけど、どうなんだろうね、なんか、うん、紙芝居かみたいなこと言われてるっつって、うん、よいしょ。さあ、ということで体も冷えてきたので、そろそろ帰ります。ああ、よいしょ、あいててててて、て、まあ結局あの会員限定はやらなかったですけど、これで、ちょっとね、まあメテアゴのやつが最終回あったんで、ちょっとさすがになんかお話しようと思いまして、はい、うん、来週、ん？来週、っていうかもうあれですね、明けて朝10時から。14がね、14時間放送ありますので、皆さん寝てください。はいよいしょ。あのホスト放送やってると思いますので、そこは見ていただければなと思います。あ、そう、ウィッチャーコンがそうだ、2時から始まるんで、ウィッチャーコン見る人はウィッチャーコン見ていただいて、はい、うん、です。それではですね、今日も何時か分かんない、6時間ぐらいありがとうございました。また来週の放送でお会いいたしましょう。それでは皆さん、のみさんのおすすめオッドタク